の選選手、手、元アアマチュア野球選手佐賀県唐津市出身。佐賀県立小木高等学校を経て、国学院大学卒業。登録番号4734。登録期は111期。実定は、章と同じく高校野球の選手を経験した後に、章の活躍を見て、大学進学をせずにボートレーサー養成所を経て、ボートレーサーとなった安高地県。 遠籍には同じく、ボートレーサーの三笘明之と入選幸子がいる。また同期には、安コーチと同様に他のスポーツから転校した金光助春らがいる。大学のスポーツ推薦で大和学校に入学した関係で、デビュー当時は日本モーターボート競争会東京支部に所属。その後2016年1月に地元である同佐賀支部に移籍。2018年前期より、 A1 級となった。安コーチはもともとはアマチュア野球選手として活躍していた。小学校4年生より野球を始め、小木高校では野球部に入部し、持ち前の俊足と得意の高打を活かして1年生よりレギュラーとなる。2年生の秋に小木高校野球部は九州大会の準決勝まで勝ち進んだ。その後3年生になる直前の 第79回選抜高等学校野球大会で、小木高校野球部は、甲子園に出場を果たす。安コーチはこの大会では、遊撃士として出場したが、野球部は1回戦で敗退した。高校卒業後に、国学院大学に進学し、同校でも、公式野球部に所属。同期には、読売ジャイアンツ投手の高木京介がいる。しかし1年生の秋に、 すでに持病となっていた腰痛を悪化させ、またヘルニアも起こしたため、同僚の高木らと共に目指していたプロ野球選手への進路を断念し、自身もこの怪我の悪化を機に、公式野球部より準公式野球部に転部したが、転部後は準公式野球の党と選抜に選ばれ、オール東と選抜フレンドシップ野球員、グアム大会で優勝するなどの実績を残した。 三年生の冬に巡航式野球部を引退し、安コーチの野球人生は大学生までとなった。国学院大学卒業と相前後して、安コーチは好きなだけ野球はやった。体格を活かせるし、勝負の世界に身を置きたいとの理由で、協定選手に転校を目指すことを決め、卒業前より入学試験直前までの間に体重を13キログラム落としたりなどの準備をした結果、 国学院大学からのスポーツ推薦を勝ち取った上で、大和学校に合格を果たす。大和学校の卒業直前に実施している、卒業記念競争で優勝し大和チャンプとなり、晴れて、競定選手となったのは2012年後期からである。2012年11月2日の玉川競艇場での一般戦競争でデビューした。師匠は、ミネリュタ。 同じから父出身ということで、峰の方から弟子として、選手となった安コーチをスカウトした。当時安コーチは東京支部であったため、所属支部の異なるボートレーサーが師匠と弟子の関係になることは極めて珍しい事例であったが、この状態は安コーチが佐賀支部に移籍したことで解消した。同じ支部に移籍後は、峰との間でより緊密な関係となり、様々な教えを受けたりしている。 デビュー翌年の2013年1月4日、平和島協定場のレースで、初の一着となった。その後2016年9月26日の同、協定場のレース第19回日本、在来会長杯で、初優勝した。2018年1月28日の唐津、協定場で、開催の G1、全日本王者決定戦で、初の G1 での一着となった。同年には、 プレミアム G1 のヤングダービー競争で優勝戦まで進出した趣味は音楽と映画の鑑賞である。ありがとうございます。